はい、どうもです、ロングアイランドシティ、来ました、昨日ちょっとね雪が降って、まあ真昼間のね、ロングアイランドシティなんですが、非常にね寒々とした、感じでもねあります。今ね、ここロングアイランドシティをこのベッチコーラのね、ところからずっと南に向かってね、降りていこうかなとね、思います。対岸側ね、向こう側、そこにねちょっとルーズベルト島がね、ありますね。で今クイズボロブリッジが、向こう側に見え、そしてまあ、ミッドタウン、トランプタワー、国連本部、ワンバンダービルとクライスラービル、エンパイア、などなどで奥の方にね、ワールドトレードセンターがね、見えてますね。まあまあ位置感的にね、今まあ地図マップ見せるとこんな感じ、のところにね、おりますと、いう感じです。というようなところでね、今ねもうマイナス、何度ぐらいかな、5度、6度7度みたいなそんな感じですかね。というようなところで、まあ雪はね、残ってはいないですけれども、ずっと、朝方まで2時間ぐらい前までね、雪、降ってましたかね。まあ非常に、ね、あの景色のいいところでもあって、夜のところをね、まあ夜景絶景みたいな感じでね、ご案内したりとかお見せしたりとか、してるところもね過去多々多かったりとかあるんですが、昼間の様子を、少し、皆さんにね、ご案内できたらかなと、ね、思います。要所要所でねちょっと360度、ぐるぐるっと回って、見たり、なかなか観光だとね、ここまで来るっていうのが、あまりないかもしれないですね。まああのよく、夜景ツアーみたいなことでね、あの車で各所を回るときの、一つとして、ここロングアイランドシティのところはね、使うケースはね多いんですが、まあ一応ね、各社、まあ大手からね、ローカルの、ガイドだったりとかね、ツアー、夜景ツアーみたいな、ね、ところで使うケースが、ね、多いですね。というところで、まあ昼間来るとこんな感じ。電車で来ると、7番ラインでほぼ近いところにね、駅ね着けますと、グランドセントラルターミナルのところからね出てるので、あの非常にね、気がってもいいですよと。まあ春先だったりとかね、夏口だったりとかすると、まあ非常に多くの人たちがね、夕方とか特に、まあ、夜景というか夕日がね、ちょうど今向いてる方にね落ちたりとかするので、あの非常にね綺麗だったりとかします。 あとはねそこに今フェリーが3ついますけど、あれは多分36、4丁目、のフェリー乗り場から、行くとイーストリバールートみたいなやつだと、34丁目からのとここロングアイランドシティがね多分一番初めに、降りる場所かななんてね、思います。まあこのねあのペプシコーラの際も、確か1930年以降ぐらいからねずっとこのまま、そのまま、こちらになりますよっていうところで、今ランドマークになったのかな、まあ歴史的建造物みたいようなね、設定が確か、数年前にあったような、記憶がありますが、まあ今ねもう一度こんな感じ。